続きを。いやー、すっごい続きしたかった。地雷を最初の時あれしとってなかった。いて、ショットガンがあれだよな。横でバインバインに姉ちゃん寝とったらどうぞ。あー、絶対やめた方がええで、こんなペンダント。寝るときはちゃんと外そう。ワイヤードコースは全員クリアせないかんかったんかな。最後がめちゃくちゃめんどくさかったイメージがある。全員話せんとあかんとかなんかやったような気がする。すげえ、ホログラフィックや。おはようございます、トールさん。もう職場の女は全然挨拶もするの。おはよう。何かいいことでもあったのか？何かって。トールさん、明日は久しぶりのお休みですよ。義務的でいいから、ちゃんとそういう風なところだけはきちんとしてくれ。そういえばそんなものもあったな。おまけに今日は訓練もなし。だからみんなもう休日気分でくつろいでいるんですよ。まあ見てるって言ったからいけないことなんですけどね。関係なしに言うよ。休みはどうなさるんで。休みのことね。てか逆に休みの日何ができるんって言わないか。いや、なんでもないんだ。気にしないでくれ。やはり狙いどころはパイロットかな。そのためには今日中に約束しておく必要があるな。幸い今なら全員が宿舎の自分の部屋にいるはずだし。てか使いおる趣味クラブ見たら分かるんじゃないか。変形前の。ああ、ごめん、考え事していてつい。で、なんだっけ。なんだっけ。もう、うんしょさん、いいです。失敗したな。後でちゃんと謝っておこう。あれやって、後でホットコーヒーぐらいシュッて差し出すと済むって。こういう女あれかな、おかっぱの子かな。これキュレで。いやー、カイラ行きたいな。カイラやったっけ。あやね、みのり、みのりがメガネやな。いやー、これで選択肢が変わるな。貫くか、見た目でいくか。俺この子好きなんよな。いや、でも見おれ人面白ないやろ。みのり、どうしよっかな。どうしよっか。いやもうなあ、復讐やからな。復讐やからな。よし、あやねの部屋に行ってみよう。はや、いや、すまん、もうネタバレしても言うたな。ごめん、もうめっちゃネタバレ言うたわ。なのに趣味くらい見たら分かるな。お、誰かいる気配はするんだけどな。まあいいか、
そりゃそうだろう、お前普通に出てこんだろ。あかんのや。バイバイ姉ちゃんいとこ。よし、あのさ、カイラ。何叫んでんのよ。トールセバ、女の裸がそんなに怖い？いや、布一枚あるし。怖くはないけど、いきなりなんてつい。あのさ、頼むから服ぐらい着ててくれよ。どうして裸なのに人を部屋に入れるのかな。いいじゃん、あたいの部屋なんだから。それよりトール、何か用があって来たんでしょ。あ、そうそう。カイラは明日って暇か。暇じゃないな。明日はもう約束してるのよ。でも今からなら十分に暇なんだけどな。今からって、おい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 。おお、トールちゃん、もうその気になってるじゃん。バカ野郎。あのさ、なんで逃げんのよ。トールから誘ってきたくせにさ。誰が誘ったんだよ。カイラ暇ってばそれしかすることないのかよ。ないよ、他になんかすることあんの。なに若い女を目の前にしてため息ついてんの。見てよこの体、それなりにイケてると思うんだけどな。あたいの自慢はね、この体に全く整形してないことなの。このから体にって顔はしたのかな。おい、いい加減にしろ。俺だって若い男なんだぞ。いやプレセツはやからな。かも。いやー、くそ。すまん。もう、なんで逃げるわけ？あんた、ひょっとして同性愛の人だとか？バカ！廊下まで追っかけてくるんじゃない！ああ、逃げないで！生きてる間に楽しまないと後悔するってば。いいこと言うな、ほんま。いや、ほんまやで。よし、陽介の部屋に行ってみ。これ全員分行かないかんの。時間の無駄ないんけど。なんだ、俺か。陽介、お前。おいおい、明日は久々の休日だぞ。男同士で仲良く釣りでもしようっていうのか。ああ、釣りがしたい。冗談だよ。何が悲しくて貴重な休日に、そんなこと。どうせ釣るなら別のものがあるだろ。別のもの。ああ、ちゃんとおかっぱの子釣ろうぜ。陽介、何。おう、今。お前、宿舎に人聞きが悪いな。連れ込んだわけじゃないさ。PX の方か。しかも向こうから来たんだ。そうかよ。あ、やっぱ PX の方だよな。どうしてもって言うなら付き合ってやってもいいけど、なんなら明日は一緒に街に女でも釣りに行くか。いや、中でいい。遠慮しておく。よーすけ。というわけで。オープンコンバットってなんか久々に聞いたな。いかんいかん。いや、選択肢ないんすけど。よし、最初から緑の部屋行っときゃよかったかな。はい。あ、俺だよ、トールだよ。トールさん、どうし。いや、さっきはごめん。あれこれ考えていて
スイ、こいつフォーク投げれるぞ。すげえ指しとるな。あんななるか。すげえよな。フォーク投げれるぞ。もういいですよ。気にしていませんから。ところで、わざわざそれを謝りに来てくれたんです。あ、それもそうなんだけど、みな…え？あ、私は別に予定は…その、せいぜい部屋でのんびりするぐらいしか。ちょうどいいや。明日は俺と出かけないか。え？違う、そうじゃなくて、いろいろ軍隊のこと聞きたいから、食事でもどうかなって。食事ですか？ああ、もちろん無理にとは言わないけど、あくまでもタイの友人同士で親睦を深めるって意味で。はい、ありがとうございます。あ、ありがとう。いいですよ、 OK です。いやー、こんだけビジュアルあって、まあ、恋が一度きりやと、とにかくよかったよ。じゃあ明日部屋に迎えに来るか。ダメですよ、それじゃ他のみんなに変な噂立てられ。それもそうだな。じゃあはい、楽しみにしています。いや、てか絶対無理だろ、お前。一番聞いたらいかんところに聞きよ。まずい。大切な日なのに寝坊しちゃうなんて。へえ。お。ほ。すっげえ。何この整えられた。うん、そうさ。それで僕は将来趣味クラブユーザーになるんだ。それでね、私がお兄ちゃんのサポートをするの。ああ、逆か。ほうほうほう。そう、二人とも仲がいいのね。僕、将来はすごいハッカーになるんだよ。それで悪い企業や政治家を懲らしめてやるんだ。それはやめとこう。でも危ないことをして妹さんを悲しませるようなことをしちゃダメですよ。うん。気がつかないで。声をかけてくれればよかったのに。あ、リボンか。いや、俺も今来たばかりだから。むしろ逆だよ、似合ってる。あ、ありがとうございます。どうしたんですか？なんか…いや、立ち話もなんだから。はい。なんで牛丼屋やねんって言うとは思うけど、選択肢はないんか。昔の俺の行きつけの店なんだよ。ごめんな、俺洒落た店を知らなくて。いえ、こんな雰囲気もたまには。よう、ブラッディ・トール、パクられたって聞いてたけど大丈夫な？なんかクルードなハック仕組んでプレストオプニックのお仲間入りって聞いてたけど。
おいおい、このデボーチか、ハラショー。上流の箱入りでも引っ掛けて、これから美味しくいただいたりとか。あのな、ところで飲み物はモロコドレンクロムでオッケー。久々に新セメスクの上物もあるわよ。うぜえ、うせろ。普通の食事二人分だ。すまん、場所の選択を完全に間違えた。気にしないでください。実は結構ワクワクしてそう言ってくれると助かるよ。ナゲットか。あー、まあチョコ。どう、味は？大丈夫、変わった味だけど美味しいです。お店の雰囲気もなんか変わってて面白いですし。絶対こいつあれやでな、あの襟とかにケチャップつけてそう、つけそうな感じがする。いや、つどうかしましたか？いや、なんでもないよ。あのさ、軍の基地がハッキングされたりすることってないのかい？いたずらや未遂なら数えきれないほど起きていますよ。でも、テロリストだったはずですよ。あん、それってさ、第一小隊も出撃したのかい？え？だったらそのハッカーと交戦したのって？それはわからないって。どうして？頼むから思い出してくれよ。さ、ごめんなさい、あの事件のこと。ごめん。でも本当に問題があるのは外からのハッキング。内側？ええ、最近でもないんですけど、情報室。ええ、情報検索。初耳だな。ひょっとして？はい、軍のデータベースはこの基地に置かれてありますから。その情報室って？アクセスには許可が必要なんですけど。許可って？普通は上司の許可が必要なんです。ただ、そうか、俺でも基本的なアクセス権。ええ、確かに。それじゃあ仕掛けるのは簡単。なあ、ワンレベルでどれぐらいのことを調べられる？だからワンレベルのアクセスキー。じゃあ使っているシュミクラムのこととかも調べられるのか？わかりませんよ、そんなこと調べたことないですから。そうか、じゃあ隊員の経歴とか過去の出来事とかは？そんなこと調べるわけがないじゃないですか。そうか。その情報室って人の出入りは激しいのかい？どうしてそんなこと。頼むよ、どうしても知りたい。それなりに利用者は多いです。そうか、ありがとう、今日はいい。いいえ。あ、そうですか。あ、いいんですよ、分かっていますか？分かってるって？ことならもっとゆっくりした方が良かったな。まあまあ、レベル1ぐらいの回覧やったら別にチタッてすりゃいいやね、思うけどな。
号を入力してください。0721。認証されました。レベル1アクセスが許可されます。ハッキングもこうなった。やっぱ全員分見ないかなかったよな。認識番号を入力してください。あなたの資格ではレベル2アクセスは許可されておりません。必要な場合は申請書を記述の上直属の上司に。なるほどね。一般の隊員はレベル1まで。何をしているの？その軍の端末って興味があって、好奇心でちょっといじってみたくて。そう、ログは消しておいた方がいいわよ。あのさ。ごめんなさい、今は忙しいの。話しかけないで。邪魔したな。バスが進んだよね。お、早いな。